Just as I am。 本日は江古田地域コラボイベント縁側カフェ主催、直伝霊気療法師師範閣、そしてタロットカードセッションや絵本作家としてもご活躍されていらっしゃいますくーちゃんこと川野博さんとラブ&ピースの対話をしてきました。タロットカードのセッションをさせてもらったり、はい、霊気でお手当て療法 の、うん、療法師をさせてもらったり、物語を書いてるんですけど、これ仕事にはなってないんですけど、うん、その書いたもので絵本を作り始めて、うん、お子様とか友達とかとその作ったものをこうなんだ広めていきたいとか、作ることを子どもさんと一緒にしていきたいっていうことを思ってたり、あとお友達とマルシェコラボのイベントとかを、うん、江古田の方の町で場所を借りれたんで縁側カフェという名前でやらせてもらったりしてるんですけど、はい、絵本書かれてるって知らなかったんですけど、うんうん、どんな内容の絵本なんですか？なんか思いついたこととか自分の経験したことを、うん、言葉を子どもさんの言葉とかにして置き換えて書いてたりするんですけど、うん、一つ目に書いてたのが子供のゾウさんなんだけど、いろいろこう餌の取り方を他の動物たちに教えてもらって一人前になっていくっていうようなストーリーを書いてて、それをなんかお友達のお子さんが、はい、にお願いして絵を描いてくれるっていうん で、で今作ってる最中で、いつ頃出来上がりそうなんですか？それなんかね、もう間もなくできると思うし、絵はもう一案は もらってきて、はい、で作ってくださるお友達がいて、はい、その人が、今なんだその三社で、はい、とスーパースターのお子様がいらして、もう多分1月から 3月までには作りたいねっていう話をしてて、先ほど言われてた縁側カフェっていうところで披露されるんですか？うんうん、それもあるし、江古田の町につながった時に、うん、別のレンタルスペースさんで初めてつながったんですけど、はい、そこは発達にちょっとハンディのあるっていう言われてしまってる方、はい、スペシャルのお子様たちが集まってて、はい、でそこでご縁をいただいたお友達なので、うん、そこでしてもいいなっていう話をしてたりします。まだはっきりはしてない。もともと私出会ったのが去年で、うん、くーちゃんっていう名前でタロットカードされてますよね、うん、で一度私もセッションを受けさせていただいて、うん、すっごいなんかこう空気が綺麗だったんですよね、その時。なんかこうタロットされてる時に、うん、なんかこう心洗われるっていうか、私を見て何かを言ってくれてるっていうよりは、何か大きなものにつながって、うん、なんかメッセージをくださってるなっていうのをすごい感じて、うん、でこのタロット占い、タロットカードをするようになったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？うんうん、ヘルパーをしてたんです、はい、障害者の移動支援の。で、もともとアルコール依存がひどくてリハビリをする期間をいただいて、はい、でそのヘルパーをしたいと思ってヘルパーをならせてもらってやってたんですけど、うん、こういうご時世になってちょっと一旦それをやめたんですね、はい、で精神保健の勉強もしてたんですけど、それも手につかなくなってきて、はい、で YouTube でたまたまタロットの YouTube を見て、はいはい、A と B と C どれを選びますかっていうので、3択の動画が結構あるんですけど、で B を選びますってするじゃないですか、自分がピンときて。そしたらその通りのことが言われて、すごい救われたんです。なんかアルコールからも救われたし、そのこのご時世からも救われたっていう、この2回目の救われた体験だったんですけど、で面白いなと思ったら、その中の人が子供の時にしたかったことをしてみてくださいって言われたんです。で何がしたかったんだろうって思って、私よくわかんないなと思って考えてたんですけど、なんか小学校の時に楽しかったことが結構学校であって、それをお母に伝えたかったなって。でお母とコミュニケーションできない人ではなかったんですけど、どうしてもこう
表現が下手くそだったり抱えちゃう方だったり、うん、おかんおかんで結構やんちゃなおかんで、うん、私のおかんかっていうぐらいやんちゃなんですけど、なんか伝えきれなかったんでしょうね。なんかその思いはあったなと思って、うん、私はそのリハビリに専念中だから、まあ、他と関わらないでおこうとか、はい、コメントここから来たら怖いとかいうことでやめてたんですけど、はい、やってみようと思って、そういうこう人に楽しいことを伝えたい人なんだって分かったからやってみようと思ってやり始めたんですね、うん、それが2年ぐらい前なんですけど、はい、そしたら文章が書けて、うん、小説が書け出したんです。うーん、で書け出したらなんかタロット妄想なんでやってみたいと思って、実際ちょっとやってみてもらいたいなと思うんですけど、うん、昔使ってたカードを持ってきたんですけど、はい、こういういろんなものがあるカード、トランプが原型って言われてるものですけど、うん、はい、こういうものと、これはオラクルカードなんですけど、はい、こう本当はもっと広いとこでさせてもらうんですけど、あのシャッフルをさせてもらって、はい、こうごめんなさいね、簡単にしますけど、はい、あ、飛んだ、あ、飛んだ、飛んだのは結構意味があるとかいう時もあるんですけど、これジャスティスって言って公平さとか、天秤持ってますよね、バランスが取れてるとか、はい、ジャスティスなんで正義なんですけど、はい、正義っていつも思うんですけど、ある時ミサで言われたんですけど、正しい関わりっていうことを教えてもらって、はい、自分と正しく関わるとか人と正しく関わるんだよっていうことを言われてる気がするんですよ。でそういうことを私が喋るだろうっていう前提のもとにカードが出てきてくれてるんですよね、はい、え、そうなんですか、うん、だからなんだろう、私が読み切れないものは読み切れないっていうことで、こう読むだろうっていう前提で出てきてくれてるということを思って弾いてますね、はいはい、へで今何も思わずに弾いたカードの天秤が出てきましたね。これ対等性とかを、やっぱり公平性とか、あのこれはね、分かち合うカードなんです。自分の体験とか知識とか貨幣も分かち合ってるんですけど、すごくこう安心な社会っていうかで巡ってるんですね。ちゃんと与えられた人も笑顔を返して、この関係性を見てこの人も安心して、で色も違うじゃないですか、はい、赤黄色青って、だから立場も超えてるし、この人もこの上げてるよっていう感じじゃないんですね。あのこのシステムが良いと思って、これが公平だし、このバランスでこの人だって与えられたこともあるし、与えられてもいるし、はい、うん、っていうことですね。シェアしてるってことですね。そう、まさにそうですね。だからこれとこれはすごくつながるカードだったですね。たまたまだと思うんですけど、でもたまたまじゃないんですよね、こういうこと。相手の方の潜在意識がこのカードに現れるんですか。そうですね。うーん、だから私の意識とかそんな一応ないと思って、はい、相手の方の出たのを読ませてもらって、どういう風だっていうの、うん、で一応その精神保健のこととか、私心理とか精神とかすごい子供とか多分好きだったと思うんですけど、はい、そういうのをこうセッションでお悩みとか課題とかを解消してもらうとか、はい、うん、楽になってもらいたいっていう思いが強いので、うん、これをタロットカードを利用させてもらってる感じになる。リハビリしてたこともあるし、そのこういう時代になったこともあるんですけど、結構自分の感情とか自分の、自分のことをまずは大事にしようとしてるんですけど、うん、でもどっちかというとやっぱ心理とか精神に頭がいっちゃうので、体が大事にできなかったり、でクーネルだからクーちゃんなんですけど、はい、食べて寝るから。ああ、そういう意味なんですか。それを食べて寝て、はい、あの運動すればアルコール依存は治るよって先輩が言ってくれて。なるほど。で誰なんか保健の事務所かなんかに行った時も、運動するとか食べることとか寝ることに関してのこう1年の目標って書いてる人すごい多かったんだよね、はい、あ、だからこれが三原則だと思ったんですけど、はい、でって言ってる割には私大事にできないんです、それを。うーん、だからそれは目標
というか努力目標で、でそういうのを大事にしなきゃなって思ってます。今まではどんな仕事をされてきたんですか？一番初めは、はい、田舎の公務員で東京に出てきて、はい、でそれを、まあ、依存がひどくなっちゃって辞めざるを得なくて、でアパレルの仕事をして、ゲバーのなんかやって。経営ですか？経営というか、まあそうですね。うん、でもそれも飲みながらだったから、結局人に迷惑かけて2年も持たないで、ずっと飲んでるんですからね。だからそういう病気なといえば病気だし、自分だしだしっていうことで、でした。でそこからこう、まあどん底まで行って、でこう逆側に戻ってきて、もう死ぬって思ったんです、本当に。死にたくないってやっとその時思えて、それまでは死んでもいいって思って飲んでんですけど、本当は死にたくないってことが分かって、その時はだからずっと長いことをそのなんだろう、悲しいこととか辛いこととか、目を向けたくない、嫌だっていう不快な感情とか、全部死にたいっていう感情になっちゃうんだ。だからもう見たくないから、それは、なんだろう、不都合なことが、自分にとって不都合なことが起こってると、もう死にたいって逃げですよね。ここにはいたくないんだって思うっていう言葉を使ってたと思うんですけど、でも本当は悲しかったり、大事にされたかったり、愛されたりとか、そういうふうに思ってたんだと思うんですね。自分も不甲斐ないとか情けないとか、こんなんじゃいけないなっては思ってたけど、それは見たくなくてっていうことだと思うんですけど。でもどうやってその依存症から克服されたんですか？それはなんか、まあ医師の方とか支援してくださる人とか、制度とかで助け合う当事者の仲間たちとか、そういうプログラムがあったりとか、アルコール依存症って、まず自分がそうであるっていうことを認めることが大変だと思うんですよね。なのでまずそこから、その、ちゃんと病院に行こうって思えたりとかしたこと自体がすごいなって思うんですけど、もうすんなりそれは受け入れられたんですか？全然言われたらそれでも飲んでしまってたんですけど、でもなんかもうギリギリなんですよね。だからその時点でもうギリギリで、そうせざるを得ないような状態で認めてしまわざるを得ないというか、何もよくわかんないですけど、周りもどんどんね狭まっていくし、経済的にも社会的にもだって仕事どんどんできなくなってくるわけだから、でお友達関係ももう全然ね、思ってたのと全然違う感じになってたりとか、いろんなことがあったって、まあ、認めざるを得ないというか、やっとそこに行くっていう感じなんですけどね。でもなんか当時のことはだから本当に死にたくないと思えたのは思って、でそこからでも何年もこう寒いとか、人の目が怖いとか、電車も乗れないとか、気持ち悪くて職場のビルに入れないとか、結構そういうのがあって、だから本当に怖かったんですね。じゃあ結局そのプログラムを受けたりとかして克服するまでに、もう一旦仕事とかも全部やめないといけなかったんですよね。できないんで、まあ、それまでもしてないも同然なので、結局は辞めさせてもらえて、専念させてもらえて、だから本当に支援をいただいてっていう感じですよね。生きててよかったって思いました今ね。辛い時になんか一番助けてくれた友達とかいましたか？まあいろいろいたんですけど、なんかその方に伝えたいことってありますか今？まあ特には、生きてればいいかなというか、生きてなくてもね、まあ、生きたっていうこともあればいいか、自分もちゃんと生きればいいかなと。いや本当に
その経験があるからこそ今からされる活動っていうのがすごくいろんな人の励みになるよう なんか活動になっていくんじゃないかなって思うんですけど、これから先はどんなことを主にやっていきたいですか？明かされてしまいますそんな潜在意識につながるっていう話をしたじゃないですか、はい、で潜在意識でみんながつながってるのが実は根っこじゃないかと思ってて、はい、と地球の中でみんながそれぞれの潜在意識がつながってそれが集合的な無意識になってるよねっていう話を友達として、それは根っこワークじゃないかってその友達が言って、根っこワークが面白い、ね、可愛らしいなと思ってそれ使わせてもらおうと思って、根っこでつながってたり地球とつながったりご先祖様とつながったりお隣さんとつながったりしてって、で海の生き物もね、海の底でいろんなもう死んだ生き物も生きてるものもいろんな生物がつながって一つの意識体って言われてるけど、私たちもそういうふうになんかつながってるとするなら根っこでつながって、だからあとエコタの町とかそういう町でやらせてもらってますけど、そういう町でその地球のこととか子どもたちのことを考える根っこ枠ができればいいなっていうのと、あとちょっとねその木にエネルギーとかを伝えて祈りをこう地球に届けられたらいいなっていう、そうお祈りのこう儀式みたいなのをみんなでやるとそういう意識が作りやすいかなと思って、はい、でそれが根っこ枠がこれは本当に夢で大きすぎるんですけど、あの並木道って結構あるじゃないですか、はい、倉田那須の並木とか木並木道ごとに根っこ枠ができて、はい、お友達になれれば根っこ枠同士がつながるかなと思って、素晴らしい妄想が好きなんでそういうふうに、ぜひ私もその根っこの一つになれたらいいなって思います。ありがとうございます。川野博さんにとってのラブ&ピースとは何ですか？はい、思ってたんですけどね、そんななんかよく分からなくて、ユーモアとか、はい、思いやりとかそういう言葉とかそんな風に生きれたらいいなって初めは思ったんです、ラブ&ピースって。 でもそっちもあるけど、そういう風に生きれたら幸せだったり楽しいんだろうなって思ったんです。だからラブ&ピースっていうのはそういうふうに生きれば楽しいことなんじゃないかなっていうふうに今朝思いました。うん、素敵です。ありがとうございます。瀬戸内寂聴さんのモノマネしてもらってもいいですか？私はね、瀬戸内寂聴のモノマネをする瀬戸際寂聴ですあのどん底まで行って出発するから瀬戸際まで行って逆に飛ぶから瀬戸際逆長なんですねでこれね面白かったです。あの瀬戸内さんのモノマネをする方のモノマネなので、はいはい、本当にパクリのパクリです。あのなんか、三輪明宏さんに似てるんですけど今も聞こえるちょっと我この似てなかった川野博さんにとってのラブ&ピースとは、ユーモアや思いやりを持って生きるということ、そしてそんな風に生きれば楽しいということ、エコダの街から広がっていくネットワーク、縁側カフェを通して私も関わっていけること、とても楽しみにしています。